様が多くの人に光の戦士、私を導いてくれてありがとう。英雄に悲しい顔は似合わぬぞ。俺が逃がすと思うのか。なんでだよ。そんな結末のために俺たちは歩んできたんじゃない。あなたはまだ消えるべきではないわ。果てのない夢から目を覚ます。ひどくおぼろげな予感が、しかし確かに自分を呼んだ気がした。同業者ではなさそうだ。こんな真夜中にどうしたね。これはまた随分懐かしい冗談だ。俺のじいさんも仲間と遅くまで飲むときに言ってたっけ。お客さん、酔っ払うのはほどほどに。暗い夜なんて来るわけもないじゃないですか。世界から闇という闇が失われてもう100年も経ってます。ん？どうした？まるで本当にわからないって顔じゃないか。
さては、あいつらに襲われでもしたか。混乱しちまって、かわいそうに。俺は次の商いがあるから、このままよそに行っちまうが、お前さんは近くの町で保護してもらうといい。この森を東に抜けると、巨大な水晶の塔が見える。そのたもとが、ここらで一番大きな都市。光に反逆せし者が集う。クリスタリウムだ。その塔はどこまでも高くそびえていた。まるで光に覆われた空を裂くかのように。そこから戦いが再び始まる。光を闇に、正義を悪に覆していく戦いが。